これらのデータ。メビウスはまだ例の計画を諦めていない。僕もアポニアもこの件を知らない。ビルビどうして彼女はこの件を僕たちに教えなかった？彼女らしくない。いや、一つだけ例外がある。どう？対ケビン武装の新たなタイプの構想は、かなり有効だと思わない？名前も考えておいたんだ。666。絶対に簡単で覚えやすいでしょ？君たちの力比べに参加するつもりはないけど、相手を消滅させる武器として楽園を丸ごと使うだなんて、大げさすぎると思わないかい？確かに私もそう考えたことがあるよ。最も成功した自分の作品の一つを壊すんだ。惜しまずにいられない。でもそれ以外に相手を一瞬で抹消する方法なんて考えられないよ。私の相手はこのケビンなんだから。君も何か言ってみたら？ね？これは君のために特別に考えた道具なんだから。コメントとかはないの？僕のデータを削除することは、僕の存在を消すことと同じではない。否定はできないね。なんと言っても、私たちはデータという形でしか存在できないし。データの脆さを受け入れるなら、その永久不滅なところも受け入れないと。というか、視点を変えてみて。もし私が何らかの形で、ケビンの情報、記録、思考、記憶を全部消せたら、社会的に君を完全に抹消したことにならない？その方法は？まだ思いついただけの段階だよ。でも、メビウスが楽園のデータを通して、現実に影響を与える方法を研究してるって聞いたよ。原理はそう変わらないし、彼女が実現させたら、そのまま使ってもいいでしょ？
ネビウスを警戒してくれ。あ。そして君は、方法を見つけたら、何でもやってみるといい。じゃあ、楽しみにしてるよ。その日が来たら、君も今のように落ち着いていられるのかな？しかし、なぜ？いや、もしかしたら。初めて私に会ったとき、君は何を思った？この人はいつも嘘をついてるみたい。そうでしょう？では質問させてもらうよ。もし一人の嘘つき、いや一人の詐欺師がついた嘘を隠さない場合、それは正直と言えるのかな？あ、そうだ、君は今困惑してるよね。こいつは誰？どうしてこんな真っ暗な場所で意味のわからないことを話してるの？とかね。まあまあ、ごめんね。だってこんな場所にいたら少しでも音とかがないときっと怖いでしょ？まるで私がここに入れられた時にそう感じたみたいに。そう、ここは私の視界、私の世界だ。
君も知ってるように、ある滑稽な理由で私は悪念の檻にされたんだ。それから5万年の間、私の世界にあるのはあの暗闇だけだった。5万年だよ。その長さを理解できる？外の声や音、私自身が話している内容も聞こえるのに、何もかもが触れられないほど遠かった。彼女たちの世界では時間は動き、天体によって昼と夜が絶えず入れ替わる。しかし私の世界では時間は何も変えず、果てしない憎しみだけを生み出す。私は毎日こう願ってた。新たな悪念がここに、私のいる場所に追放されるようにって。いつかここには悪念を置けなくなり、必死に隠していた暗淡が一気に暴かれ、再び私たちを破滅へと導く。それと同時に私は自由になる。しかし古の楽園は現実と違う。ここはよどんだ水のような場所。悪念の誕生には土と水やりが必要だ。だから私の契機に終わりは来ないだろうと思ってた。けど絶望するような人間が悪人になるはずがない。私はビルビー。5万年間の黒闇は私を変えなかった。私は時期を待っていた。いつか来ると分かってたから。だから律者が古の楽園に来た時、私がどう思ったか知ってる？残念だ。彼女は崩壊の代行者じゃないのか。決まったやり方に従うなんてがっかりだ。去る時までビルビーの気を引けなかったのかって思ったんだよ。でもすぐに彼女は戻ってきた。そして今回彼女はあるものを持ってきた。今はそれと呼ぼう。古の楽園にとってそれは恐ろしい災いとなる。だけど私は喜んで波をさらに大きくしよう。もちろんビルビーはすぐにそれの存在に気づいた。けど天才としての傲慢さから、彼女は別のもの、あの実験の余波だと勘違いした。彼女はすぐに自分のミスの代価を支払った。相手は簡単に彼女を侵食し、その全てを奪おうとしたんだ。その時
彼女は二つ目の過ちを犯した。彼女はある予備プランを思い出した。私のことだ。そう、戒律から抜けた時のように彼女は自身の思考領域を壊そうとした。私はもう一度犠牲になり、彼女に対するそれの侵食を受け持つことになったんだ。5万年の時の中で私は初めて釈放されたのに、すぐに処刑されてしまった。5万年の時の中でようやくこの世界のあるべき姿が見えたというのに、私が誕生した場所、それとの再会がまさか死を伴うとは。だけど私は悔しくなかった。とにかく素晴らしかったよ。その手で私に死を迫った時、彼女は悪になったのだから。それで私は何を決めたと思う？裏切りの他に君はもっといい答えをくれるのかな？ほう、その表情、あまり私を信じてないみたいだね。当ててみよう。そもそもそれが私を見逃す理由がないはずだと君はそう考えてる？それが簡単にビルビーを倒せたんだから、私のような助っ人が増えたって意味がないよね。答えは、最初は確かにそうだった。それが私を見逃したのは、自分たちが求めるものが一致してるからなんじゃないかって、私はそう考えた。だけどその後はそうとは限らなかった。だって何も変わらない楽園の中には唯一の可変要素が存在してたからね。そうでしょ？そう、記憶体ではない上にそれが手も足も出ない存在。その可変要素を消せる人がいるなら、友達にくらいなれるでしょう。どちらかというと、アポニアが啓発してくれたんだよ。一時的とはいえ、今、君は私の思考の中にいる。そして私は新たな領域を作り、彼女たちが私を閉じ込めたように、君を閉じ込めるんだ。その期間は今回、永遠になる。一応いい知らせもあるんだ。少なくとも君に受け入れてもらう悪念なんて私にはないよ。
ただそれが生きてると言えるかどうかは私もわからないけどね。私に消された。全員私だから。少し寂しいけどリスクは残せない。幸い私は自身の真似が割と得意だしね。そう思わない？それは教えられないな。鎌をかけることは君のお箱だって知ってるからね。言ったはずだよ。今のは全てパフォーマンス。だからセリフも全部慎重に選んでおいた。私を倒せる手がかりなんて与えるわけがない。そんな口数が多いせいで失敗してしまったような滑稽な悪役になりたくないもの。彼女？ああ、そうだけど、それはアクシデントだったって言ったでしょ。私の行為もすべて生きるためにしたことだからね。この世から私が消えることが善良な者たちが安全に生きるための代価なら。その逆の場合、悪が安全に生きるための代価をどうして受け入れられないの？その通り。ああ、もっと正確に言うと、必ず現実に危害を加えるかな。メイの姉ちゃんと友達になりたいんだ。
何度も削ったのに、まだ律者の力を使う余裕があるの？いいよ。どんな代価になるかはわからないけど、少しくらいこの好奇心に付き合うのも悪くない。雷の律者、人々が悲劇の主人公を好むというのなら、これから失敗すると決まってるのにもがいて、このステージで。閉幕の前奏を奏でるといい。思考がどうやって分割されるのか、今、君はそれを目撃することができる。もうすぐこの領域は、隔離された鳥かごになる。あ、間違えた。墓穴の方が正しいのかな。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。おや、そんなに私の思考を細かく分割してほしいの？同じ場所にいた方がお互いの時間を節約できるのに。賢いんだね。同じ場所にとどまらない限り、私はうまく分割できない。でも、どうして君のペースに合わせなければならないの？こういうことだよ。私は特に何もせず、静かに君が逃げてる姿を眺めることだってできる。君の体力が尽きて止まらざるを得ない時に、私が優しく一切りしたら、それで終わりじゃない？でも君はそれを知ってもなおとどまることができない。でないと、すぐに死が襲ってくるから。面白いでしょ？大多数の人たちの人生と似てる。見ていられないよ。この先にいつ訪れるかわからない死があると知りながら、止まるわけにはいかないってね。説明を忘れたようだね。ここが今こんな姿になってるのは、君が原因だよ。君の全部を私に見せてくれてありがとう。そのおかげで、私は後世の悪意を見ることができた。それを後世の律者の埋葬に使うだなんて、ぴったりでしょ？おや？
もう諦めたの？もう少しもがいてよ。まだ満足してないんだから。いいよ。ここまでにしよう。さよなら、愛しいお客さん。ライデン・メイ。この名前で間違ってないよね。私の口数が多すぎたかな。それで？まさか、私が君の意図を見破れないとでも？私と正面から戦うのが唯一の機会だって、そう思ってるの？ああ。実に残念だ。
もっと公平に全てを終わらせるつもりだったけど、君はこのチャンスを大事にしてくれなかった。まあいいや、ちょっと面倒になるけど、君の絶望する姿を拝めないなら、苦しむ姿を楽しむのも悪くないしね。雷の律者、君は誰かに手足を折られたことはある？残念ながら、私は君の知ってる英傑と少し違うの。君から何かを得るつもりはないし、これも試練やテストなんかじゃない。これは本物の演出、あるいはいじめ。万物を閉じ込める蛍となり、ほうや、灯火として暗い道を照らせ。君も一つ前の世代の律者と向き合ったならわかるはずだよ。今の称賛が本音じゃないってね。ショーの最中にぼんやりするのは禁止だって。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。どうやら私の友人がこれ以上見ていられないみたいだ。残念だよ。君が死ぬ時はなすすべがないという表情じゃなくて、相手が不正をしたことに対する悔しいって表情になりそうだ。つまらないよ。ああ、続けて。前に、私は獲物をもてあそぶようなゲームは好きじゃないって言ったけど、それはあくまで手を滑らせる可能性がある時だけでね。勝負がすでに決まったのなら、余興として相手になってもいいよ。やっと諦めた？ああ、だってずっとそれって呼ぶわけにはいかないでしょ？けど、想像よりも早く戻ってきた。どうやら、そう苦戦せず戦後を片付けられたみたいだ。さて、子供だましみたいにここまで付き合ってきたけど、君自身が賢い人だって勘違いさせたことについては悪いと思ってるよ。私がその代弁者になることで、君や他の英傑に対抗できる力を手に入れても別におかしくないでしょ？謎解きに時間をかけて私の嘘を見破ったと思ったら、自分が分析してたどり着いた真相がもう一つの嘘だったとはね。
君がここに足を踏み入れた時、私は目的を達成した。その後何があったとしても、大したことじゃない。もういいよ。うんざりしてきたから。さよなら、かわいいお客さん。なるべく大きな声で泣いてね。だって、自分の愚かさのせいで死ぬなんて、かなり悔しいでしょ？接触したことがない？いやいや、それは君が持ってきたものだよ。どうしてそんなに鈍感なの？さて、これは幕が閉じる前の最後の転接だ。実を言うと、悔いになるのは好きじゃないし、君と触れ合うことに対しても興味がない。だから抵抗はしなかった。今ならその理由がわかるかな。だから今はあなたの話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。あの一瞬、確かに見えたわ、崩壊の意志が。もちろん私の質問に対して価値のある答えなんてくれなかった。死を決意ね。本当に私に似合わない表現。どうしてあなたが。
戦後。ちょっと待って、エデン。彼に触れないで。近づかないで。やはり、彼の記憶体は、もうボロボロ。消えるまであと一歩ってところだよ。では相手の動きは私たちの予想よりもずっと早かったのね。戦後が可能性は。あまりない。かわいそうな子。彼の意識はおそらくもう消えている。この体に残った本能でここまでやってきた。こんなことができるのは彼だけ。つまり何の手がかりも残せないまま消えた犠牲者がもう一人増えたってことね。そうでもないよ。幸い彼の本能はその体を私のいる場所に向かわせた。私が深くまで入り込めば彼の意識の余人に触れ交流できるかもしれない。ただセンゴの存在はもういつ消えるかわからない状態だよ。壊さない前提でそれをするなら私も集中しないといけない。私が彼の心境から抜け出すまでこの体は抜け殻同然になる。その間エデン、どうか私を守ってください。かつて戒律を与えた時と何の違いもない。ここは確かに戦後の心境だけど採決の意向はこれらは楽園の中だけで現れるんじゃなかった。迷いを飛び抜け、私が万両を断絶する。さっきのは戦後の心の歪み。何事にも定めがある。戦後を裁かせてもらう。私に任せなさい。
あれらは外からのものだ。私以外にも彼の思考に侵入できる者がいるの。戦後。だからあなたは何があっても私のところに来たの。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと、自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ。火を追う英傑、第六位。これは、戦後の声。だけど、この言い回しは、遅すぎるぞ、アポニア。逃げられた。戦後、よかった。あなたは、やはり、簡単に消えるような人じゃなかった。余計なお世話だ。俺の体を、見たのか。ええ。もうすぐ、崩れる。どうしてあんな風になったの？おかしな相手だ。俺が楽園を壊そうとした時に、奴がやってきた。戦ったら、こんな風になった。それって、正面から戦ったの？そいつの分際でそんなことができるとでも。自分で見ればいい。お前はずっとそうしてきただろ。いいでしょう。では、失礼するよ。どうして？戦後、それは思考でも、私たちのような記憶でもなく、なんだ、今となってやっとわかったのか。今まで私を避けてきた存在は、それだったの。そしてそれが、彼らがこの世に残した最後の声を、こんなにも見下したの。お前は相手に恐怖を感じさせるのが得意だろう。今回は、奴にゆっくり味わわせるといい。あんな人間じゃない奴に対して、遠慮はいらない。戦後、おお、これが俺の結末なのか。笑える。気が済んだらさっさと失せろ。俺を見とる相手がお前だったら、さすがに気色悪い。いいえ。少なくとも、あなたの最後の思考を保持させて、すべてが終わったら、私はあなたを。
アポニア。そうだね。全てが終わったら、なんて。今の私には、そういう約束をする資格はない。あったとしても、そうさせるつもりはない。死は、大したことじゃない。俺は一度死んでいるからな。だが、俺を侮辱できると思うな。わかった。とにかく、ありがとう、戦後。少なくとも、あなたは私に、向き合っている敵がどんな存在なのかを知らせてくれた。あなたがこれから行く場所に、私もすぐに行くから。その通りだ。お前も俺も地獄行きだからな。その時にまだお前がくださいと言えるかどうかを見てやろう。だが、すぐには来るな。お前と一緒に行くのは嫌だ。ええ、いいでしょう。私も楽しみにしているよ。では、また、戦後。待て。もう一つ約束しろ。え？今回、俺はさくらの無実を証明した。そうだろう。俺の体が証拠だ。彼女は裏切り者なんかじゃない。あいつらに、全員に教えろ。彼女の無実は、俺がこの手と引き換えに入手したんだ。あいつらの施しなんかじゃない。そうだね、戦後。さくらは裏切り者なんかじゃない。あの時も。今も。次は、私が罪を償う番だ。かつての借りは、一つずつ返すから。それが分かったならいい。もう失せろ。少し静かにしてくれ。アポニアさん、うまくいったの？もう邪魔しないであげましょう。彼の人生は騒がしいものだったけど、少なくとも今は静かに言ってもらいたい。
やめろ。前の幻覚なんていらない。戦後分かった、これ以上はやめて。黙れ。俺が本当に手に入れたいもの、俺にはその資格がないと分かってる。だが今度こそ俺は確実に何かを守ったじゃないか。答えろ。俺に答え。ええ。確かに守ったよ。眠りなさい。あなたはもう何も失わない。その体、ええ、ごめんなさい。戦後は自身の命で私たちに敵の在りかを示してくれて、私の接触を成功させてくれた。私に起こった異常現象についてはどうか相手に接触しないでください。この戒律は私がエデンに残せる最後のプレゼントだよ。敵。で、今すぐ最後の印となるものの場所に向かって、そして
その持ち主を、ビルビを守りなさい。私たちの中に裏切り者はいないけど、記憶体である私たちにとってここで向き合う敵は終焉のような存在なの。エデン、どうしてここに現れたのかはわからないけど、それが来たの。この古の楽園の中に神職の律者はもう降臨した。やはり信じられないな。神職の律者がもう誕生したなんて。しかもこんなガイドロボットにな。だが事実だ。この機械はあるはずのない意識を持っている。拡散したいという欲望、今これと接続している私でさえ感じられる。律者になるには人類である必要があると思ってた。人類というより思想なのかもしれないな。境界線を引くのは難しい。少なくとも人類の赤ん坊と比べると今のこれはより独立した思考能力を持っている。だがそれはあくまで赤ん坊と比べた場合だ。そしてそれは人類にとって最大の幸運になる。奴が停止した実験室の中に留まったままで動きがなかったのはまだ幼かったからなのか。何しろこの神職の律者は生まれたばかりの赤ん坊だからな。知識を持っているかもしれないがどう実践するかまではわからないのだろう。成長する機会もないから力はまだ弱いままだ。おそらくこの律者が今まで最も多くした行為がコピーである理由も
そこにあるのかもしれないな。もちろん何らかの手段で三つの組織の包囲網を刺して軽率に動けなかっただけという可能性もあるんだが、とにかく停止した実験室で奴が今までコピーを試したのは同じようにネットに接続していない設備だけだ。追跡はできるか？全部ここにある。これで最後の一個だ。ああ、全部合っているよ。それが律者の本体で、もう一つのコピーじゃないって確実に言えるのか？いや、確信はない。だが、あらゆる外向きの侵食の源はこれで、内向きの部分は見当たらない。まあ一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか？もし本当にそうだとしたら、少なくともこの任務に対して私たちにできることは何もない。この件は事実通りに上に報告する。次はリストにある設備を見つけて壊さなければ。ああ、だが手段には気をつけてくれ。我々が行動する前に考えた最悪の可能性を覚えているか？ああ、私たちが一歩遅かった場合の話だろ。予想より早くガイドロボットの廃棄作業が始まっていたら、その瞬間侵食の律者はかなりの確率で死を理解する。そして窮地で生を求めるという意志も生まれる。生きたいという執念こそが最も恐ろしい力になる。前回奴が降臨した時に宿主の少女が命の終わりの際に感じた絶望と憤怒のようにな。さて、これからもう一つ君に頼みたい仕事がある。今回来たのが君でよかった。私にとってそれが最後の一歩になるからな。他に方法はないのか？かつての人類たちがどうやって侵食の律者に勝利したか覚えているか？彼らは奴を黒い箱の中に封印した。今回の黒い箱は君の目の前にいる。
残念だ。お前が一生ネットに接続せずにいられるなら、他に方法があるかもしれないが。やめておけ。私のうぬぼれではないが、もし奴が完璧な体を手に入れたことに気づいたら、大変なことになるぞ。さて、黄泉の杖を取り出してくれ。そろそろ別れの時間だ、友よ。少なくとも最後ぐらい、お前の願いを教えてくれてもいいんじゃないか？いや、やめておこう。いざ口にしたら、私も死にたくなくなるから。外にいるんだろ？ここを去る前に挨拶くらいしてくれると思ったんだが。もうしばらく悲嘆に暮れる時間が必要かと思いまして。あいつとのことを言ってるのか？お前とは関係ないだろ。そうですね。では、私と関係あることをお話ししましょうか。かつてこの場所で、あなたに傷つけられたバルキリーがいましたよね。仕返しに来たのか？もちろんです。ただ、今ではありませんし、あなたが想像するような形でもありません。じゃあ、礼を言っておくよ。どういたしまして。何せ、この世には人々の想像を超えた現実がたくさんありますから。とにかく、今回は、天命として律者を止めるため貢献してくださったことに感謝します。ではナターシャさん、また。まあ。一つだけ例外があるが、神職の律者が別の形で現実を超えて、他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか。
だから今はあなたの話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。どういうこと？あの未知のエリアの信号、どうして観測できなくなったの？それに、楽園に設置された経路も、少し変わってる。渡りガラスもずっと戻ってこない。どこに不具合があったの？
何があったかわからないけど、楽園が急にめちゃくちゃになってるのよね。かわいいラットさん、あなたが彼女に翻弄される姿を楽しみにしてるわ。私と一緒にホールに行こう、コズマ。私、描きたいもののイメージが湧いてきたかも。あなたの来訪は、楽園に破滅をもたらす。私たちは、あなたのせいで、ここが瓦礫となる結末を見たくはない。だから10日後、私は、この手であなたの命を、終わらせないといけない。遅い。ただ手合わせがしたいなら、最初から俺のところに来るな。俺には決着が必要だ。そのやり方も一つだけだ。桜。
奇遇よね。私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。ほう、これが君の過去？さあ、怖がらないで。私は彼女じゃない。君を傷つけないよ。気づかれたくないって？問題ないよ。私たちは友達。そうでしょ？私が証明してみせるから、彼を頼る。さて、この薄い膜があれば侵食の律者には私たちの会話は雑音にしか聞こえない。嘘はついてない。ただ、それはこの幕の中にいて、私たちを見てる。これが私の発見だ。しかし、なぜ君が？アポニアもスーも気づいていなかった。ウイルスだからね。古の楽園の媒体、つまり楽園を存続させている設備に侵入しているんだ。私は楽園の建造者なのに、彼らより後に気づいたらさすがに失格じゃない？
次は私の腕にあるダークグリーンの痕跡を彼に見せる。本当は贈り物だけど、今は一種の証明になる。もうすぐ私も完全に侵食され、そいつの一部になるだろうね。今言ったように、侵食の律者は私たちを直接削除する能力すら持ってる。でもデータは律者が成長する土台だから、削除は自尊を意味する。選べる状況なら、奴は私にしたように相手を侵食し、自分のものにすることを選ぶだろう。これは私たちの唯一のチャンスだ。ケビン、奴に勝ちたければ、私と共に演出を成功させて。続けてくれ。君は私たちの中で最も鋭いナイフ。奴に握られたら終わりだ。だから、今すぐ死んでほしい。ああ、誤解しないで。私の手で君のデータを削除するって意味だから。その、ケビン消滅ボタンを使ってね。本当に可能なのか？それを言ったら、前から可能ではあったんだけど、意味がなかったから。私のあらゆる発明と同じように、それにもバックドアがあるから、消滅したとしても復旧できる。僕に騎兵として死んだふりをしてほしいのか？今はまだはっきりとは言えない。演出が始まる前に私は侵食の律者に投降して、その気に乗じてエリシアの状況を確認する。確かに投降だけど、演出はもうとっくに始まってる。言うまでもなく、タイプライターの客観性は疑いようがない。だからたとえエリシアが本当に削除されたとしても、決まった答えを受け入れるしかない。答えはすでに決まってるけど、ケビン、君は信じたくないんだよね。時間は？今夜だよ。もちろん、そのまま帰ってこられない可能性もある。考えておいて。君にはまだ半日の時間があるから。全然難しくない。そうでしょ？バックドア。開けることができれば、閉じることだってできる。わかった。少し待ってくれ。それと、もう一つ質問がある。君は誰だ？私が誰だって？どうして急に昔のことを思い出したんだろう。これは勝利の喜びなのかな？
楽勝。隠れてないで出てきなさい。そこにいるのは分かってるのよ。ビルビー、いいでしょう。メビウス、次は君だ。さすが君だ。一目で私の体にある痕跡に気づくとは。見覚えがある。そうだね、侵食の律者なの。私の仕業だって思ってる？もちろんだ。君は昔から似たような実験をしてるよね。侵食の律者の真似をしてウイルスを作るとか。まさか私が止めた後もまだ諦めてなかったなんてね。当時はその件で大喧嘩したのに。黙りなさい、ビルビー。聞いて、これは。そう、研究し尽くし模倣品まで開発したものとして。メビウス、君なら当然今の私が何らかの監視を受けてるってわかるはず。君は私の言葉の意図を汲んで合わせようとするだろう。私にあれらの実験品と本物の侵食の律者に何の違いがあるかを説明するんじゃなくて、だったら何？私を止められるとでも思ってるの？とぼけないで、メビウス。最初は確かにあれは君の実験品だと思ってた。まさかこの時代の本物に出くわすとはね。君に真相を教えよう。私はすでに奴に投降した。今日ここに来たのは君をその一部にするためだ。フィルビー、あなたの分際で。そう、考えるんだ。君のような賢い人なら、すぐ気づくはずだ。私が過去の実験の話をしなければならない理由に。私がすでに完璧な計画を考えていることを、君ならすぐに理解できるはず。そして、本当の意味で私に騙される。本当のことを言うと、ケビンはすでに私の手で抹消された。簡単にね。メビウス、彼と比べて、君はどうだろうね。っ
定下を一人片付けたくらいでしょ。その違いは、やっ後のことはさほど重要ではない。計画なんてあるわけないでしょ。賢いメビウス、私の唯一の計画は、私が本当に計画を考え出したと君に信じさせることだ。けど、あなたが完全に消える前にもう一つ質問があるわ。あなた、一体誰なの？そうだね。私は、一体、誰なんだろう。やっと来てくれた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして？あまりにも普通で、がっかりさせちゃったかな。全然驚いてないんだね。それは本当に持ってる能力だよ。ただ、それを手にする前から、私は簡単に他人になることができたんだ。今とあまり違いがないかもしれないね。なんて言えばいいかな。確かに彼女は、井戸を含めた領域を全部破壊した。だけど、井戸は必ず井戸の領域にいなければならないというルールはないでしょう。あそこは最初から何もなかったからね。
私の些細な癖みたいなものさ。それに雲で例えてみようか。八本の足を持っていても、それは胴体にしか生えないでしょ。胴部である私は雲にとって必要なパーツなんだ。しかし残念なことに、足がなければ胴体は歩けない。だからこういう形でしか君と会えないんだ。ごめんね。真剣に謝ったら受け入れてくれるかな。こんな風に言う資格はないかもしれないけど、信じてほしい。ここは私の思考だからね。ちょっとした偽装くらい簡単だよ。それに気づかれないようにするのはかなり大変だったけどね。少なくともあのビルビーに自分が勝利したって本気で錯覚させる必要がある。彼女は認めないだろうけど、君は確かに強敵だった。意志と力の二つの意味で君に勝ったことで、彼女は数時間は喜ぶだろうね。うん。どうやって古の楽園に来たかは、君も知ってるんだよね。あまり自分を責めないで。君がいなかったとしても、それはいずれここにやってきた。もしそうなったら、状況は今よりもずっとひどくなっていたはずだよ。視点を変えて考えてみて。君があれと会った後、すぐに楽園に来なかったら、今頃、現実はとっくにめちゃくちゃになってただろう。はぁ、君は私と同じで、ミスを気にするタイプなんだね。君のしたこと以上に、それがここまで成長した事実を考えれば、私の方が責任を取るべきなのかもしれない。最初は、専門家がそれに気づいたんだ。そのせいで、一人目の被害者となった。私も、その時に目覚めざるを得なかった。それ以上かもしれないね。生きてた頃から、よくこういった状態だったんだよ。もちろん、これにもバックドアを残しておいたんだ。思考領域が半数以上消えた時、私がどれだけ嫌がっても、目覚めることになってる。だって、そんな状況で考えられる可能性は一つだけ。私が本当に死ぬことになる。目覚めたからといって、形勢を変えられるとは限らないけど、少なくとも、残った人たちに別れを告げることができるでしょう。いや、あの時はまだ私は完全に目覚めてなかった。
そう決めたのは指揮者だよ。あ、ごめん。いつもそう呼んでたから。君の認識だと、彼女は一人のエンジニアかな。君たちは互いのことをよく知ってると思うけど。その通り。彼女は私が初めて分割した思考領域だった。正直に言うと、あの時はまだ慣れてなかったから、うまく調節できなかったんだけどね。だから彼女には、工事関連の知識の他に、主観的で感性的な認識が多く入ってるんだ。そのせいで彼女は、私によく似ていてね。そうだよ。私にも、自分だけを信じたい時があるから。それが、私たちが彼女を指揮者と呼んでる理由でもあるんだ。彼女はミスを一度もしなかったからね。今回、以外だけど。というより、私が今したことのすべては、そのアクシデントを逆手に取った行為でしかない。そのアクシデントがなかったら、ビルビーは、あの時に退場していただろうね。多分、指揮者はそんな状況で、あの領域が裏切るって見抜いたんだろう。自身の特殊な能力を使い、侵食の律者の盟友になり、他の領域を壊すとね。そうなったら、私は運よく生き残り、誰も知らない暗闇にとどまることになる。だから彼女はそうしたのかもしれないね。なんたって、私を一番理解してるのは、私自身だから。ただ、ほとんどのデータを失って、さらに侵食の律者の監視下にいたから。監視をかわして君と話したければ、ここ以外の場所はなかったんだ。ちょうど、彼女も君を招きたかったことだし。ああ、そうだね。うん、そう。何の価値もない。だから、起きるべきじゃなかった。いにしえの楽園の最強と主。彼らは、侵食の律者が優先的に片付けたい目標だ。そして、彼女なら気づかれることなく達成できる。ここまではわかりやすい。方法？ケビンの場合、彼女はこう話すだろうね。騎兵になってくれないかと。彼女のケビン消滅ボタンを使って。彼女の本意は欺瞞だけど、
言ってることは事実だ。あれは専門家の作品で、バックドアも存在する。だから、それを閉じようとする彼女を阻止すればいい。タルドも同じだよ。あの子が消えた時、侵食の律者はまだ戻ってきてなかった。あのビルビーも一応天才だから、きっとケビン消滅ボタンが他の記憶体に使えるように改造したんだろうね。それならパルドは今ケビンと同じ場所にいるはずだ。ケビンを解放するとき、ついでにパルドも一緒に解放すればいい。メビウスに関しては、彼女の嘘を見破ったくらいだ。あれはメビウス自身の選択としか言いようがない。だから、公表の権利は彼女に渡したい。もうすぐその答えがわかるはずだよ。エリシアは、私も信じたくなかったけど、律者は彼女のデータを全部削除したみたい。あのビルビーがタイプライターを壊し、ケビンが死んだようにデータを偽造したのは、彼に復活の可能性があることを知られたくなかったからだ。でも、エリシアが消えた夜、絶対に客観的なタイプライターはまだ壊れてなかった。だから、理由については、ごめん。私が目覚める前のことだったから、よくわからない。多分、私たちをバラバラにして、英傑同士を対立させることが、律者の目的の一つだったのかもしれない。さて、これで君は事件の全貌を理解したよね。これから私たちがすることは、二つしかないよ。一つ目は、あのビルビーを倒して、君を私の思考から解放すること。かなりの苦戦になるだろうね。何せ、彼女はビルビーの半分に近い思考、すなわち、半分に近い知恵を持ってるから。もしかしたら、君も、私も、侵食の律者も、彼女にやられるかもしれないね。彼女はそうなるように考えているはずだけど。二つ目に関しては、もっと難しい。君は侵食の律者に勝たなければならないし、できるだけ、全員にとって、最善の結末を作らなければならない。うん。これを昔の私がエリシアと交わした約束だと思って。ごめんね。君にやってもらうしかないんだ。
けど、彼女は気にしないはずだよ。詳細は、一つ目の件をクリアしてから話そう。本当にクリアできたらね。それで、私の提案を受け入れてくれるかな？ありがとう。静か、かな？ビルビーは全員天才だからね。そして私はただの。まあいいや。出発しよう。こういう格好は滅多にしないから、少し恥ずかしいな。あ、そうだ。もう戻れないかもしれないから、探し物に付き合ってもらえないかな。その、調子を整えるみたいな。それもそうだね。ありがとう。どうして？どうして？あ、ここかな？あの、君は。ちょっと小さくなっただけで、もうわからないの？久しぶりね。ビルビー。私、どうして、私なの？その辺にしなさい。自分の失敗は、それほど受け入れられないものなの？ちょっと、見損なったって、そう思ってしまうじゃない。でも、私は、私は、ここに天才じゃない人間なんているの？みっともないわよ、ビルビー。ちゃんと、私の才能を全部彼女たちに分けたのに。全部、すべて、なのに、どうし、一体どうしたの？まさか、知り合った時の、あの自信満々な態度は演技だったの。どうして、どうして彼女たちはいなくなったの？はあ、こんな手も足も出ないような時間は本当に見てられないね。あの時、私は本気で彼女たちが私から離れたって
思ってしまった。でもどうして？おお、これを試してみようかな。でもどうして？僕が命じられたのは命令の伝達だけだ。じゃあ君自身の意見は？何せ対ケビン武装の話なんだよ。それに関連する研究がメイ博士に禁止されて、君はどう思ってるの？ほっとした？本当に話す気はないの？一応私たちは昔なじみでしょ。その理由は君自身が知っているはずだ。え？ビルビー、君はずっと不可能なことをしている。ちょっと理解できないんだけど。最初から僕に対抗できる単独で成立する武装はないと君は知っているだろう。それで？だからそれは不可能だ。あ、でもどうして？言ったはずだ。あ、いや、ケビン、ごめん、君に聞いてるわけじゃない。彼女たちに聞いてるんだ。今になっても誰かと目を合わせることは苦手だ。特にケビンが相手だとね。でもどうしてだろう。あの時彼女たちは何を証明したかったんだろう。じゃあどうして？実に懐かしい声だ。ここにあったんだね。それでこれが本来のあなたなの？一人の詐欺師？すごいわね。驚いてるふりはやめて。とっくに君に見破られてることは分かってるから。私のために掛け合ってくれてありがとう。昨日ようやく君の名前を知ったよ。だから今日私に会いに来てくれたの？うん、嬉しいわ。それであの島で何があったの？メビウスったら全然教えてくれないんだもの。話したくないなら別にいいんだけどね。そう、あなたとメビウスの秘密ということにしましょう。私気にしないわ。でもあなたを説得してほしいって彼女に言われたの。内容をそのまま教えるわね。彼女曰く、火を追う蛾が向き合ってる敵が一体何なのか、あなたはもう分かってるはずよね。崩壊、
その通りよ。実際に審査を行った人たちは全員あなたを天才だって認めてる。魔術師、メカニック、コック。あなたは短時間でどんな人にもなれる。事実を詐欺に使おうだなんてロマンチックね。今まで見たことのない才能だわ。ただ、あなたと似たような天才はここにもたくさんいるのよ。例えばメビウス。彼女のことはもうよく知ってるはずよね。うん。そんな人たちでも崩壊と向き合うときは手が回らなかったり、簡単に犠牲になったりするの。今あなたが望めばここに加わり残ることができる。けど彼女としては離れてほしいみたい。同類として彼女なりにあなたを案じてるのかしら。あなたはここで人生で初めての失敗に出会うかもしれない。自分の限界やあなたにとって不可能に近いことに気づくでしょう。彼女はあなたと同じタイプの人間だから知ってるのよ。天才にとってそういう苦しみは死より辛いって。メビウスはとても優しい人でしょ？でも、私としてはここに残ってほしいと思ってる。だって、寂しそうな表情をする可愛い女の子に抵抗するなんて、私には無理だもの。寂しそう。そうかもしれないね。メビウスの言いたいことはわかる。けど、心配はいらないと思う。だって、彼女と似てるなんて思ってないし、ましてや私は彼女のように、はじめに他の人になった理由は、単に自分が好きじゃなかったからだ。何かをする才能が、私にはあるのかもしれない。けど、そんなの大したことじゃない。君の言ったように、ここに私に劣る人はいない。なら、失敗、限界、不可能は、当たり前のことじゃない？ビルビーは天才なんかじゃない。ちょっとした才能を持った愚人なんだ。多くの人が私の周りでそう教えてくれることが嬉しい。ただそれだけだよ。そう、私にも自分が嫌いな時期があった。自分を卑下する時期が。私は一生をかけて劣等感と和解した。今、ようやく客観的に自分のことを見つめられるようになった。もし、いずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。だけど、そんな私はもう、私じゃない。今日、ここに立つビルビーもいないだろうね。最初から存在しなかったのかもしれない。
でも、久しぶりに彼女の声を聞けて、嬉しかった。信じられないかもしれないけど、私は君の知ってる他の英傑とは少し違うんだ。私は生きてた頃でもほとんどの時間は眠ったままだったんだ。経験から考えれば、二十歳の女の子でしかないよ。何か問題でも？ここにいる誰よりも、この証拠は私にふさわしいでしょ？さて、これから、どうやって彼女のそばに行こうかな。一応、私の思考は結構広いし、待って、まさか、そのドラゴンに乗るつもりじゃ。え？待って、押さないで。君、ありえない。あの領域は確かに消えたはずだ。君だね。やっぱり、私たちはあってもなくても変わらない足で、君が唯一の胴体。そうだね。私が消えない限り、君は永遠に存在する。あってもなくても変わらないは違うけど、後者は合ってるよ。会うのは初めてだよね。その、元気？うん。元気。すごく元気だよ。やっと現れる勇気が湧いてきた、ということかな。勇気とか、そういうわけじゃ。ただ、指揮者に小さな嘘をついただけ。なんとなく、すべてが終わる前に、君に真相を教えるべきだと思ったから。すべてが終わる？わかったよ。君の計画だと、彼女が最も重要な部分なんだね。どうして、彼女ならできると思うんだ？それは、私たちの疑問でもあるんじゃない？このビルビーという名の人間は、あれだけの奇跡を作った。どうしてできたと思う？私たちはどちらもビルビーだし、回りくどい話はやめよう。
今まで会ったことがなかったから、君に教える機会もなかったけど。君は一体誰なの？君はずっとその答えを知りたかった。そうでしょ？詐欺師のもう一つの嘘。そうだね。そんなの、君に教えてもらうまでもない。ここに現れる勇気があるなら、私たちの形勢は対等じゃないって、知ってるはずだよ。だって今の君は、私が侵食された後に残った全部のデータだもの。君が存在しなくなったら、私もかなりの確率で消える。厳密に言うと、絶対にだ。確かに、ちょっと自分を慰めるつもりでそう言っただけだよ。そうなると、いくら考えても、私が頼れるのは奇跡しかないかな。いい。すごくいいよ。螺旋の英傑。本物のビルビーは、どこから来るかもわからない奇跡を頼らないと、自分を助けられないんだ。うん。そうなんだ。それは、予想外の喜びだ。なら、期待して、とことん期待すればいい。できれば、私があの暗闇でした期待よりも、ずっと強く。そうすれば、君が幻滅する姿を、もっと楽しむことができる。君の悲鳴こそ。じゃあ、頼んだよ。正確に言うと、私たちとは言ってないし、ただ、見るという勇気もない。天才ビルビー、リッチャに失敗を繰り返してもらうことが。天才じゃないって言ったのに、その言葉はもう今日たくさん聞いたよ。まだ始まったばかりだよ。
らさないでね。蝶の差に言えるかな。君が切に願った奇跡はこちら側の味方だよ。何？別に驚く必要はないでしょ。自分の思考の中なんだから。外からの力に対して何もできないわけじゃない。切り裂くことは私も得意なんだよね。もういい。ここをむちゃくちゃにするつもりはなかったけど、君たちは少しも気にしてないみたいだね。クライマックス。じゃあこの一幕はもっと騒がしくしてあげよう。ちゃんと言ったよね。これが私の全てを支配していた人？君に失望するほど5万年間の拘束に対してより憎しみを感じるだけだ。ショーの最中にぼんやりするのは禁止だって。強風に私に服従しなさい。絶望の中で足掻く姿こそ感じづらいだろ。すぐに退場しないでよ、親愛なるお客さん。本当のクライマックスは今から始まる。さあ、もう終わったよ。これから何をしようとしてるか教えてあげようか。君たちを他の思考領域と共に分割するのをやめる。君たちをここに閉じ込めるんだ。この暗闇で私と共に永遠にだ。あの5万年の時間のせいで君はそんな風になったの。確かにそれは私が悪かった。ああ、それは正しい。でも忘れないで、私の正体を。ただ閉じ込めただけでは私を変えられない。最初から私は純粋な悪念だったからね。外に出ただけだよ。もし違うって言ったら、君のいる領域は悪念を閉じ込めるための場所じゃない。あそこに存在したのは、どんどん入れられたのは、それは私の自信と自慢だ。アイデア、火花、過激な考え、それから私なら全てを変えられるという自信。残念なことに、それらはあの時代にも人類の文明にも向いてない。バカバカしい
そう思ってる？信じなくてもいい。ただ、君に教えるべきだと思ったから。君もなんとなく気づいてたでしょ？だからこそ、私は君のしたいことを理解し、次の行動を予想できる。なぜなら、何かを変えようとする人の選択は、永遠に変わらないからだよ。何？まさか。私がいい人だって言いたいの？だったら私は今、両手を挙げて泣きながら反省するべきなの？まさか、今の君は確かに悪人だよ。もし、いずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。けど、今の君の道を歩いた可能性だってある。話は終わった？うん。私が犯した過ちは、私が決着をつける。自分だけを信じる君。そして、絶対に自分を信じない君。こういうことがしたかったわけじゃないけど、言葉より、もっと現実的な演出で説明を始めよう。これは！あいつ、消えた。謎解きに付き合う暇はない。彼女が消えたなら、君から始めよう。ようこそ、ビルビーの単独ショーへ。魔術師？ありえない。私はちゃんと。すぐに結論を出さないでね、かわいいお客さん。だってこれからもっと大きなサプライズを目にすることになるんだから。だよね。ああ、分かってる。けど何度も言ったはずだよ、こういうことに興味はないんだ。作者を呼ぶときにいつも間違えて私を呼ぶのはやめて。禁止だって。ああ、ごめん。じゃあ、もう一回やり直す？喜ぶがいい。サプライズ！開演の時が来た！おや、間違えて二人も出しちゃった。面白くないね。二人を同一視するとは、砂糖と塩に違いはないと言ってるみたいだ。ええ、私と彼女の差は太陽と月のようだ。二つの光は同じ場所から出てるけど、実際は四人だけどね。これは、いや、君だ。君がずっと思考を分割し直して私の能力を壊してる。正確に言うと、彼女たちになってから分割してるんだ。まだ始まったばかりだよ。もともと私の頭の中の思考だし、君に壊されても簡単に見つけられるでしょ。私のことを自分を信じないと言ったね。違うんだ、我が名はレギオ。こんな感じだからこそ私はビルビーなの。楽しみに待とう。
すべての私が集まって螺旋になったとき、私がそう望めば私にはそれができる。よくも、ごめん、君の体。どうやったんだ？私はただ、持ってるすべてを導いて、君の持ってるすべてと、最も簡単でストレートなぶつかり合いをしただけ。その二者の分量を比較したかったんだ。嘘じゃないよ。だから、これがその結果。実際、私は一撃にも耐えられなかったの。わからない。あの時、私たちは月で死んだ。そうでしょう。それもわからない。けど、多分そうだろうね。私たちは。私たち？ふっ。君自身と私たちを同一視しないで。私たちは雲の足だ。君とは違う。君は。え？君。気づいた？一応ビルビーの半分の思考だからね。君に勝つには、こうするしかなかった。自分を何度も分割したから、今の私は、みんなと同じように、足になったみたいだ。どうして？ただ、最後に残ったみんなと、ちゃんと別れを告げたかっただけだよ。残った自分とね。その結果を知ってるんだよね。うん。もうすぐ、私も君と同じように完全に消える。でも、その前に、自分の計画を十分に完遂させられる。またこの質問だけど、彼女は私たちじゃないのに、どうやったらできるの？はいはい、わかった。君がそう信じたから。そうだね。その通り。私だって、侵食の律者を倒せるはずだった。私一人だけで。もちろんだよ。だけど、それはみんなにとって最善の結末じゃない。君は私だ。その約束の重さを知ってるはずだよ。ふっ。それで、もう終わり？うん。また。また？ふっ。できれば。
二度と起こらないように祈った方がいいよ。やっぱり、相手の目を見るのは苦手だな。これを君の方に置いたのは、最も穏当なやり方だった。何せ、私だけが君を止められるからね。さあ、これが最後のプレゼントだよ。これを持ってエデンのところに行って。絶対に落とさないようにね。ああ、おそらくもう助からない。出発する前に予想はついていたはずだ。そうでしょ？それでも急がないといけない。私は自分が完全に消える前に君をビルビーの思考から送り出さないといけないから。うん。それが君がこれからする二つ目のことだよ。君に話した侵食の律者に勝つ方法をまだ覚えてるかな？古の楽園を建造した時、専門家はいつもの癖でプログラムを残した。ある意味、それはミスなく成し遂げられるだろう。わざとかどうかはわからないけど、私たちが気づいた時、侵食の律者はすでに正しく脅威を排除し、このプログラムの唯一の起動条件をなくしていた。でも、それはあくまで現状にとってだ。こう言えば、理解できるかな。ヒントは結構わかりやすいと思うけど。理解できたみたいだね。でも、今の君はまだ気づいてないでしょ。この計画にとって君自身がどれほど重要な役割を担っているのかを。けど、大丈夫。スーなら君に教えてくれるよ。彼が私の残したメッセージに気づいてくれるといいんだけど。これが全てのパズルだよ。エリシアはいつもそう。全ての始まりであり、すべての終わりでもある。なんて不思議なんだろう。君がずっとしようと思ってたあのことが、最後はこんな形で、現状に全く違う意味を与えるなんて。そして、今、私が自分の計画の中でできることは、一つだけだよ。私の記憶が正しければ、指揮者は君にこの話をしたはず。彼女一人だけでは、君に螺旋の銘の説明はできないって。
本当は私も同じ。でも今、もしかしたら、君は螺旋の果てを見届けられるかもしれない。私たちは一つになり、完全なビルビーになる。私と全部交換した時のことを覚えてる？心を開けばいいの。こんな風にね、かわいいお客さん。これがマジックのコツさ。君が驚いた時にはもうすべては終わっていたんだ。よく聞いて。これが私の最後のステージ。そして君は私の最高の助手になる。退場の準備はできたかな？もちろん OK だよ。何せ永遠に終わらないステージなんてないからね。悪役の真似もしてみよう。さよなら、かわいいお客さん。こんな感じだったかな。ふん、うるさいやつだ。誤解しないで。自分に喜びを感じてるだけだ。木を打つ者だけが称賛される価値がある。そうだろ？ならいい。でも、君がそこまで謙虚なら、君もうまくやったと褒めてあげるよ。調子に乗るな。おや、メイ、やっと私の番かな。それは難しいかもしれない。彼女はテレ屋さんで、自分の見た目に自信がないの。それに彼女の話すスピードだと、君は会話が終わる前に私たちと共にあの世行きになるかもしれないよ。仕方ない。状況が特殊だからね。こんな風にしかできないよ。で、他に言いたいことはない？何でもいいよ。道理で君の同僚が文句を言うわけだ。適当すぎじゃない？でもいいよ。ではさよなら。初めて会う相手にこんな話はおかしいけど、なんとなく君とはうまくやっていける気がする。そうありたいと思う。私の願いなのかもしれない。料理を振る舞う機会がなくて、本当に残念だった。私に関しては、これ以上言葉はいらないはずだ。受け入れなさい、本当の螺旋の命を。最後はやっぱり私のところに戻ってきたんだね。螺旋の果てはその始まりである。とても合理的でしょ。真実で虚妄を作り、矛盾で意義を反転させる。
自己をバラバラにするのは自分自身になるため。対立を作ったからこそ統一できる。さあ持って行って、メイ、本当の螺旋の銘を。これが私が完成させられる全ての配置だ。私にできることはきっと君にもできる。そして全ての謎を明らかにしよう。そもそも私は詐欺師だからね。初めて会った時、君が私の部屋に入ってきたあの夜、すぐに気づいたんだ。このお姉さんには秘密があるようだって。秘密というより嘘かしら？いや、ただの秘密だと思う。ひどいわね。美しい少女をお姉さんと呼ぶなんて。私たち、歳はそう変わらないのに。むしろ、私の方が年下かしら。まあいいでしょ。せっかくあなたが出てきたんだもの、気にしないことにするわね。サライ・ケビン武装タイプ666、古の楽園を丸ごと削除できるなんて恐ろしい発明よね。ビルビー、その起動条件を真剣に考えないといけないわよ。うん、これは専門家の設計だけど私が決めよう。十三英傑が残したすべてのものに関わるし、全員一致も多数決もどちらも最善の選択じゃないと思う。それに今も想像できないんだ。一体どんな事態が起きた時にそれを起動しなければならないのか。ええ、少し困るわね。だから、エリシア、私たちに物語を残すように働きかけたのは君だ。ならば、それにピリオドを打つのも君であるべきだと思う。それって、私に決めてもらうってこと？そう。私が君のために用意したステージだと思って。君はビルビーの秘密を守ってくれた。私のことは誰にも言わなかった。だったら、君の秘密も最も盛大な形で幕を開け、そして最高の姿で幕を閉じるべきだと思う。物語の結末ね。今まで一度も考えてなかったわ。ちゃんと考えないといけないわね。でも、私の美的感覚で考えると、ビルビーも分かってくれるわよね。答えは、一つだけよ。
なんとなく分かった気がするよ。私は、君を信じる。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。あら、まだ生きてたの？それなら、私はこう言うべきよね。ねえ、気分はどう？